はい、はい、あのね、達人、はい、まあ、やっぱ心の底では、はい、でも信じてないというか、ちょっとうさんくささが勝ってる気持ち。まあ、うさんくささが勝ってるし、それを私が暴く立場かなとも思ってるし、フルコンはもう用済みだと。そう、だからもうなんか全部同じリアクションしてるし、うん、なんか全部オーバーにしか見えなくて、でそれまでも振りも長いしとりあえずなんかわめいてたらいいみたいな。そう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 、いっつとか言ってればなんかいいみたいに思ってるじゃんはい、それもなんか面白くないし、はい、でも全部同じリアクションだから誰が本当に強いんだってのもわかんないし。あ、結局闇山っていうか、もう福地フルコンはもう叩かれてそれでおしまいじゃんと、うん、そこまでのテイスティングができてないよと、うん、感想が述べられてないよと。そう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 、なんかもうそういうのもすごく最近は伝わってくるから、はい、なんか俺が必要になってきたんだなってちょっと思ってきたかなで、やっぱね、うん、この間の動画も含めて、はい、闇山の動画も含めて、はい、やっぱ舐めてるなと。舐めてます？舐めてますよ。いや、なんかそういうコメントもちらほらあったけど、舐めてるんですよ。いや、俺は真実を伝えたいっていうだけで、思ったことをちゃんと伝えたいっていうだけで、あ、まあ別に、はい、俺は正直世界チャンピオンでしょうが、はい、社長さんだろうが、はい、どんな人でももうまずはこうちゃんとね、フラットに入っていくとか、まあ、そこは大事かな。別に人間と人間ですから、うん、はい、疑いの目じゃないですけど、まあ、フラットに入っていくと。それは達人であろうがなんだろうが、そう、だから達人とはやらないけど、確かにそれはやってない自覚はありますけど、はい、まあ、フラットで別にいいんじゃないって。もう俺も別に達人かどうかって言われたら達人だし。達人だし、達人は達人なんの。いやいや、達人かどうかで言ったらね。なんの。いやいや、だからもう空手、空手、空手の達人かどうかで言われたら達人側かなって。いや、どっちかで言ったらね、すごい超達人とかではないけども、素人か達人かって。そう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 、だからもう達人じゃないですか選択肢少なない少なすぎでしょ。素人か達人かやったらまだ空手やってる人全員達人やないかいだから別にそんなね、みんな一緒かなとは思ってますけど。なるほど、はい、でも俺も達人だし、はい、一緒のステージでしょ。そう、対等な目線でね、やっぱやろうかなっていう。だから雨宮先生もそういう感じで、もう一緒のステージだしみたいな感じで最初入ったわけってことですね。そうですね、はい。ということで、はい、あのね、ちょっと今度紹介したい達人いるんですよ。また新たな。はい。これは多分天聖森川さんとすごく多分マッチするだろうなと。マッチする。誰かというと、はい、まあ、多分聞いたことあります、うん。システマ。システマってあの歯磨き粉。こっちじゃない。ありますよね、歯磨き粉でシステマってあります。ありますけど。はい。聞かないです。腹叩かれても。あ、テーマですよ。それはもう南川さんのミスりなのよ。え、南川さんが来るってことですか。南川さんじゃないです、南川さんの先生ですよ。南川さんさんの先生かどうかは分かんない。多分、まあ、多分先生なんで何回か習ったことある。北川先生という。北川先生、はい、あー、ぼやっと、はい、ぼやっと分かります、はい、相当見てないですね、達人動画とか。別にあんま興味ないです。でもなんか全部一緒だなと思って、はい、なんかあんま見てないです。だから誰がいようがって全部なんかただ痛そうみたいなやっぱね、あの人もすごいんですよ。まずシステマという軍事格闘技ですよ、はい、軍事格闘技、軍事格闘技。ほんとシステマってな、今やったフンフンフンやってるじゃないですか、はい、呼吸して力、それだけじゃないんですよ。もういろいろある。へえ、それはもう当日紹介するけども、すごい。あ、そうなんだ。あの、例えば攻撃の分類でいったらもうパンチ効かないってだけじゃないんだ、システム。違います。へえ、これね、ちょっとやってほしいんだけど、はい、え、痛いんですか。めちゃくちゃ痛い。本当にめちゃくちゃ痛い。いやいや、本当に痛いよ。いや、なんかね、いや、なんかあんなね、それこそ JFKO とかもそうだし、全日本で無差別とかでも戦ってて、はい、なんかそれが本当に嘘っぽくしか覚えなくて。本当に痛いんだって、ボディ。いや、写真見せますわ、北川先生。はい、いや、そりゃさ、なんかやっぱりね、そうやって目上の方だし、ちゃんとこうやんなきゃいけないのかなっていうのはすごくわかるんだけど。じゃあちょっと動画これ見せた方がいいかな。ちょっと一回ね、北川先生と僕の殴られ屋の動画ちょっと見てもらいますわ。はい、この北川先生、はい、寝てる状態でこうやってパンチもらいます。寝てる状態でパンチ、うわ、いや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 、嘘嘘嘘嘘嘘、本当なんだって。嘘嘘嘘嘘嘘。いや、これ痛いというよりもこれで力を伝えるのがすごいな。誰です。これ赤ちゃんみたいに寝てて、なんかこうやって寝返りみたいな状態じゃない。そうですよ。これを立った状態でやると、うわ、
マジか。すげえ。痛い。あと何秒？痛いって。いや、うまいね。ちょ、本当に痛いんだってこれ。これでした、北川先生。どう？どう？見た感じ。見た感じ？はい。弱そう。細白髪おじいちゃん。そっち。死ぬよ。まだやられるよ。いや、見た目の話だよ。なんで見た目の話だ。じゃあ、見た感じどう？って動画の今流れてる姿。見て、はいはいはい、あのパンチどうでしたかって言ってんのに、それもディスだよ。いやいやいや、もう一回言ってください。何？いやいや、細白がおじいちゃん。細白がおじいちゃんです。ああ、これでも死んだわ。死んだ？死亡。いや、でも、でもマジで細いし、はい、じゃあ胸板が厚いとかってないし。細白がおじいちゃん。ほんまあかんわ。おましまかりますわ。なんかさ、それこそ雨宮先生はさ、体も身長もでかいじゃない？でかい。何歳か分かんないけど、別にそんなにこう年齢もいってる方じゃないじゃない。そうですね。でも、うん、北川先生、北川先生は細白がおじいちゃんじゃん。いや違う、別に本当失礼だよ。見た目の話だよ。もうこれ送っときますわ、北川先生。いや見た目の話で、はい、ファーストインプレッション、ファーストインプレッションは、はい、細白がおじいちゃん。お前しばかれろ、しばかれろ。ほんとに言わせて、じゃ言わせてないさ。何？お前しばかれろ。システマってもう奥が深くて、はい、無知とかあるんですよ。システマに無知があるんですか？そうなんですよ。どうですか、まあ、今度行ってみませんかと。あ、いや、もう正直、はい、雨宮先生よりは弱そう。あ、ちょっと心楽。うん、全然イージー。うん、なんか雨宮先生は下手したらフィジカルの強さだったんじゃないかって俺まだ思ってるから。もっともっとフィジカル超強い人なんじゃないかって。体重もあるし、うん、握力100ぐらい本当は実はあるけど、はい、それを言わずにパンチしてたんじゃないかっていうぐらい思ってるから。じゃあちょっとね、北川先生の凄さを、はい、ちょっとぜひね、ちょっと味わってほしいんで。いや、全然なんか、いや、いいっすよ。それでまたね、再生数伸びるんだったら全然ある かしら。嬉しいし。だから最後、北川先生に何か言うこと、はい、システマに対して言うことないですか？言うこと、北川先生なんか達人としてはどうなのか。いや、まあちょっと正直、あの、ごめんなさい、あの、全然初めてだと思うんですけども、リアクションは自分、あの、取れないので。リアクション、全然、あの、普通に来ていただけると普通にありがたいなと思います。よろしくお願いします。なんかただの煽り動画になって思うだよ。いやいや、ただの煽り、言ってくるから、なんかただの煽り。いや、聞かれたから答えただけだから俺。じゃ、僕はただ、あの、北川先生紹介したいなと。この間、雨宮先生の件もあるから、はい、舐めてるから北川先生紹介してやってほしいな。舐めてはないです、全然。めっちゃ煽ってますよ。いやいやいや、なんかそういうふうに聞かれたから答えただけなんで、自分はだから全然もう本当にフラットなこうリアクションをね、皆様にお届けできればなって。ここだから嘘だったっていうね。嘘じゃないって。ここが闇だったっていうのを俺は今回はお届けできるんじゃないかなって。ないない。ちょっと雨宮先生の時ちょっとね、リアクションちょっとありましたけど。投げます。今回こそはちゃんとこうリアクション取らずにいけるんじゃないかなと思いますんで。いや、全然大振り。いや、何言ってんすか。いや、マジで大丈夫ですよ。大丈夫ですか。今回大丈夫です、本当に。わかりました、はい、この動画がちゃんと、はい、いいね、高評価、はい、あの、コメントいただけたら、はい、僕、北川先生に連絡しておりますので。ちょっと今のままでも失礼すぎて、僕が合わす顔ないっすもん。全然、いや、なんか本当に そう思われたのが本当に申し訳ない、本当にすいません。腹立つわ。本当にすいません。ということで、次回お楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。戦え。実はもう一個皆様に伝えてない達人の技あるんです。どうこれ、やばくない？やってるんですよ。